サラヤ・ジェイド・ベビスは、イギリスの元プロレスラー。イングランドのノーフォーク州の理事出身。現在は WWE にて、ページのリングネームで活動。父は、イギリスのインディー団体で活動し、ボーブを旗揚げした、リッキー・ナイト。母は、イギリスのインディー団体やアメリカのインディー団体である、シマー、シャインにて、スイート・サラヤのリングネームで活躍しているサラヤ・ナイト。 兄のゼブラキットロイナイトとゾディアック、ザックナイトもプロレスラー。2005年に家族経営のボーブでプロレスラーデビューを果たす。2007年6月にはワワタッグ王座をダッシュ、その後はヨーロッパのインディー団体を転戦。2009年8月には母皿屋と対決し、旧女子王座とワワブリティッシュ王座をダッシュした。11月にはイルミネーション戦で最後に母皿屋を破り、 RDW 女子王座も獲得した。2010年5月には、母子タッグで、PWF 女子タッグ王座になった。ブリタニーナイトのリングネームで、プロレスリングイブに参戦。2011年4月、初代イブ王者を決めるトーナメントに参戦し、1回戦で、敗れたが、敗者復活戦から勝ち上がって、決勝戦で、ニッキーストームを破りトーナメント優勝。それと、 平行し2011年3月からはアメリカにも、進出しシカゴのインディ団体シマーに参戦、母とのタッグで、シマータッグ王座に二度挑戦、松本博代大畑美咲組や浜田文子栗原歩美組と対戦している、その後母との仲間割れから構想を繰り広げた。そして、WWE から、ナイト一家にトライアウトへの招待が入り、トライアウトを受け2011年9月、 wwe とデベロップメント契約。参加団体の fcw にて、2012年1月5日、サラヤのリングネームで fcw デビュー、あと2ページとリングネームを変更して活動。ソフィア・コルテスとラクエル・ディアスをパートナーに、アンチ・ディーバなるユニットを結成し、オードリー・マリーやケイトリンと構想を展開した。2012年6月、 FCW と統合し内容を一新した NXT にて、アリシア・フォックスと抗争し、連勝するなど一目置かれた存在へと成長し、サマーレートの抗争や WWE 所属のディーバたちと戦うなど NXT ではトップの位置を確立。2013年5月、NXT にて新設された NXT 女子王座争奪トーナメントに出場。一回戦で、 カミーナスヌーカ、準決勝では、アリシア・フォックス、そして決勝で馬を破り、初代 NXT 女子王者となった。2014年4月7日、レッスルマニア30を終了後翌日の、RAW に初登場ながら、ディーバズ王座を保持するアージに挑戦して勝利し、ディーバズ王座を奪取した。これによりページは、最初で最後の、ディーバズ王座と、 NXT 女子王座を同時に保有した選手になった。4月24日 NXT にて NXT 女子王座を返還。5月4日 PPV であるエクストリームルールズ2014にてタミーナスヌーカから6月1日の PPV ペイバック2014ではアリシア6月29日の PPV マネーインザバンク2014にてナオミと対戦し、いずれも 王座を防衛している。6月30日、RAW にて、これまで自分を認めていなかった観客を挑発していたところ、アージが登場して、王座戦となり、敗戦して、ベルトを失った。その後はアージに対して、有効的に接していたが、隙を見て吸収して、ヒールターン。心理戦を仕掛けた挙句サマースラムの王座戦で勝利、デ D バ王座を再獲得した。 9月21日、ナイト・オブ・チャンピオンズ2014のニッキー・ベラを交えた、三つどもセンにて敗れ、アージに王座を奪われた。2015年1月、ナタリアとブリー・ベラの試合で、ナタリアのセコンドとして登場。試合後、ベラ姉妹に攻撃を加えるとともにフェイスターン。ナタリアと組んで姉妹との構想を開始。2016年7月19日、2016。 WWE ドラフトにて RAW への所属が決まる。8月3日、ページの母親であるサラやナイトがツイッター上において不詳で欠場していると公表。しかし、同月17日に WWE は違法薬物の使用によりウェルネスポリシーに違反したとして30日間の出場停止処分を発表。9月には不詳箇所が首であることを公表。 10月10日、再び、ウェルネスポリシー違反で60日間の出場停止処分が WWE より発表される。10月19日には、警部の手術を受け成功した。2017年7月9日、フロリダ州に所在するオーランド国際空港にて、恋人であるアルベルト・ロドリゲスと喧嘩となり、警察沙汰になる事件を起こす。11月20日、RAW にて復帰。 ソーニャデビルとマンディローズを率いて、試合中のアリシア・フォックス、サーシャ・バンクス、ベイリー、ミッキー・ジェームスを襲撃した。しかし、2017年12月27日に、ニューヨーク州、ユニオンデールにある、ナッソーベテランズメモリアルコリセウムで開催された、ライブショーでの6人タッグマッチにおいて、コーナーに詰めた状態で、サーシャ・バンクスのキックを受け首を負傷。試合は、 レフェリーストップ最低となった。その負傷により予定されていたロイヤルランブルへの出場はできなくなった。2016年に首を負傷した際に治療を受けた、医師からレスラーを続けるのは無理だと言われていたこと、今回の怪我で WWE 専属の医師からドクターストップがかかったことなどから引退を決める。2018年4月9日、RAW にてサーシャバンクス対 マンディローズ戦後に引退を発表した。ファンからサンキューページという温かいチャントに包まれ、マイクと自分の T シャツをリングに置いて退場した。翌日の4月10日のスマックダウンライブにて、ダニエル・ブライアンの現役復帰により、空席となった GM につくことが、シェイン・マクマホンからリング上で発表され登場し、リング上から観客に向けアピールを行った。 ランページ基本的には3種類のフィニッシャーを持っており、そのうちのどの技でも王座を獲得もしくは防衛している。2014年 D ーバーズ王者時代。ありがとうございます。